さあ5日目、ここで再びのダブル準優勝戦です。今度は後半戦で、まずは1つ目11レースです。自力ファイナル進出、2着以上、4着結果待ちという5番の吉川が本番でもセンター戦ということになっていきそうです。出走メンバーは1番斉藤仁、2番河村亮、3番永田修司、4番岩崎雅也、5番吉川明夫、6番武田達也、以上6名による競争です。ホーム内側から1、2、3、5と並んでいきそうです。まず1コースには人気の1番斉藤仁、自力優出は1着条件です。2着ですと結果待ち、大事な陰線です。2コースにはオッズ、この1番斉藤の相手ヒットです。2番河村が2コースです。3コースも定番通り3番の永田です。永田は2着以上でこの後待たずにファイナル進出、3着ですと結果待ちです。本番も4コースに陣取りました5番の吉川です。そしてダッシュは本番も2人です。5コース、ここが角市、4番の岩崎、サイアウト6コースには6番の武田と収まっています。以上6名、後半1つ目のダブル準優11レースです。1番の斉藤100近辺となっていきそうです。進入内から1、2、3、5、ダッシュが4、6です。スタートが切られました。インコースから3コースあたりまでいいスタート。1周の第一ターンマーク、逃げる1番の斉藤に2番の河村は差しに構えてバック側へ抜け出していきますが、1番斉藤を押し切っていきました。スターター前提正常、これを追っていきまして差し構えで2番河村か、その外へとまくり差し狙った4番岩崎やまくり構え、3番永田、内側から2番4番3番の2番争いです。2番争いは2号艇河村が回ってそのまま抜け出していきました。これで上位が1番2番です。その後方アウト攻めた4番岩崎と差しに回った3番の永田、中枠2人の3番争いとなっています。2周1マーク、前2人は1番斉藤、そして2番の河村、その後はインサイド3番永田が運んで、外からは4番の岩崎、握っていく4番岩崎、アウトサイド優勢につけ始めています。上位体制が1番、2番、4番となりかけるところ、2停進インサイド3番永田が追走、後方はちぎれ5番、6番です。3番永田アウトへ振っていきますが、これは4番岩崎の後席なぞっておりまして、インサイド狙う3番永田は届かずです。1号艇、2号艇、4号艇、前から1番、2番、4番で最終周回に入っていきます。3号艇永田、必死の追走は続いておりますが、最後の第一ターンマーク、先頭から1番斉藤、2番河村、4番岩崎と旋回、内を運ぶ3番永田は振り切られております。リードを許しました、大きく許しました。上位は1番、2番、4番となっています。トップ構想は人気に応えていきました。1番の斉藤仁であります。優出が迫ってきています。1号艇、2号艇、4号艇の順番で最後のホーム側へと折り返してまいりました。第11レース、まもなくゴールを迎えます。先頭から1番斉藤、2番河村、4番岩崎で五輪、後方3番、5番、6番五輪。以上第11レースダブル準優勝戦後半1つ目でした。